みんなコールドスリープとかしたい？そう、なんか研究者さんが自分がもうね、先が短いから死んだ後はコールドスリープしてくれって言ってコールドスリープを頼んで、その当時はさ、やっぱまだなんか安全にさコールドスリープするというかな、まあ起きる起こさせる技術っていうのはまだ未だにないよね。あ、ちなみにそれはね、コールドスリープは失敗してるよ。なんか成功した例ってないと思うドライアイスとかでなんか結局なんか体がボロボロになっちゃってたみたいだけど、難しいよね。確かに人の体をさ、うまいこと保管するって、しかも生きたままだよ、蘇生を考えてやるってむずいよね。それ本当に映画の世界だよね。やっぱ人の体、ちょっと男女やめようかな。ロボット AI 男女さ、いや人間だからさ、ホロライブでも数少ない、ちょっと変わる、そろそろ変わる時かな。やっぱこの若いうちに、なんかそろそろ改造して、やるほこ先輩とかね、なる。なんかね、ハーフエルフとかも憧れたよ。ハーフエルフだったりさ。で、ペコラちゃん何？うさぎ人間なんかな、あれは。でもなんか長生きしてるじゃん。100歳以上生きてるしさ。結局そこなんだよね、みんな。わかりましたか？ちょ、マリンにも伝えとくわ。やっぱ肉体は捨てよう。アンチエイジングなんてちょ古いよ。もうアンチエイジングなんてしてる場合じゃない。今の世の中はやっぱ肉体を捨てる。すでに V は肉体を捨ててるのでは。勘のいいガキは綺麗だよ。あ、なんだって、バーチャルだからって。まあ、確かにその通りでございます。そうなんだよね、バーチャルだからな。1周年いいんですか、こんなサイエンスな話で終わって。なんか前はさ、前もでもサンデーマッスルサイエンスの話で終わってたからね。なんだっけ、そう、地上が放射線とかで汚染されて、汚染された瞬間人間はどうしたらいいかみたいな。でそれで、まあ、仮説を立ててる人がいたんだけど、まず最初に体をビニールとかマスクとかわーって折って、で着替えとかも詰めて、で水も入れて、それをビニールで包んで地下鉄に逃げるみたいな。そう、都市限定ね。これもう田舎の時点で地下鉄ないから終わりなの、これ。そう、バーチャル大分だともうこれで話が終わりなんだけど、地下鉄1時間以内とかに地下鉄に逃げて、で地下鉄に入ったら速攻でその服を脱ぐ。そう、服を脱いで、あの放射線汚染してるからもう服は脱いで、着替える前に水で全部流して、でなんか服着るみたいな。放射線は完成。なんかそれ言ったらさ、もう死ぬやん。死ぬしかないやんな、それ。ね、それみんなさ、さっきからさ、文句が多いよ。ね、じゃあどうすんだよ。ね、みんな。じゃあさ、いきなりさ、なんか、わーって、放射線がわーってなってさ、じゃあどうすんだよ、みんなはさ。そんなもう内部被曝がーとか言ってたらもう終わりじゃん、そこで。どうしようもできないじゃんかー。死にたくないよわかった？家の角にうずくまって観念するんだ。いやでも頑張って、できるだけそう生き延びようとする人の話ですからね。そうは